海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。海から遠く離れた只見町にある中学校では、生徒たちが海ごみを減らす活動をしています。今はプルシムシを使って海の環境を守るためのものを作っています。生徒たちが作っていたのは新聞紙レジ袋。地球環境に優しいエコバッグとして最近注目されています。プラスチックは軽くて便利な素材で、レジ袋など様々なところに使われていますが、海ごみの多くはプラスチックごみなんです。プラスチックはリサイクルされない限り分解されず、どんどん溜まってしまいます。2050年までには海の中にあふれるプラスチックごみの重さが、海の中にいる魚の量よりも増えてしまうと心配されています。只見中では海の環境について学ぶ海洋教育の授業に力を入れています。去年の夏には実際に海を訪れ、生徒たちは深刻なプラスチックごみの問題を実感しました。想像していたより本当にゴミが多くて、ゴミを自分たちが出してしまっているんだなということを思って、ゴミを減らしていくという取り組みをこれからやっていかなければいけないのかなというふうに思いました。町内では生徒たちの活動に共感し、店頭で新聞紙レジ袋を配布するようになりました。中学生のやってるこの姿の取り組みを応援できたらいいなと思ってます。今まではビニール袋を使ってたんですけど、こういうエコバッグなり使って少しでもゴミを減らしたいと思います。新聞紙レジ袋をいろんな人に広めて使ってもらい、海に流れるプラスチックの破片を少しでも減らし、海に住む生き物を大切にしていきたいと考えています。綺麗な海を守り続けたい。中学生たちの海洋ごみ対策はこれからも続きます。